皆さんこんこにちは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はい、今回は名古屋グランパス夏の移籍期間の話題ということで、まあ、久々にと言いますかねグランパス少しポジティブな話題がありました、まあ、行徳選手長野へ育成型起源付き移籍という話と相馬選手ポルトガルから復帰というこの2選手の話題について話していきたいと思います。 はい、でまず行徳 A 選手に関するリリースです。行徳選手が AC 長野パルセイロへ育成型期間付きすることが決定いたしましたと、期間は来年の1月31日までというリリースがありました。で、このリリースを見て、まあ、出ていくという話ではあるんですが、率直に良かったなというふうに思いました。まあ、行徳選手自身にとっては いいろろねもちろん思うところはあるのかなというふうには思いますただやっぱりねこのまだまだ若い19歳ですかねこの時期にね才能ある若い選手が公式戦出場機会を得られないというのは今後のキャリアを考えた時にやっぱりとっても大きな損失だと思います練習だけではなくてねやっぱり試合に出て得るもの体力的なものもそうですし考え方試合感みたいなものもそうですしやっぱりとにかく出場機会が得られる可能性のね 高い場所に行くということがね今後のキャリアを考えた時にその方が望ましいのではないのかなと思います正直今のねグランパスにいてもなかなか継続的に必要機会を得られるという状況にはなっていかないように思えますのであの良かったのかなというふうに思っています でまあ正直なかなかねあの育成型期限付き移籍するにしてもどこのチームにっていうやっぱ引き受けてといいますかねあのオファーがないとそういう話にはならないと思いますのであの AC 長野パルセイロへ決まったということは喜ばしいのではないのかなと思っています。で魚徳選手ですね高校卒業後グランパスに加入をして1年半ですかね、まあ、なかなか出場機会を得られなかったと。 いうここまででですねでやっぱり高卒でいきなり J1 に挑戦するということはかなりハードルとしては高いのかなとましてポジションがセンターバックとなるとフィジカル的なものもかなり高いレベルで求められるでしょうし経験がものを言うっていうところもありなかなかねそこを高校卒業後1年目からバリバリで出てっていうことはよっぽどのあのー。 状況がないと、まあ、本人の能力以外の部分もそうですね、受け入れる側のチーム状況も踏まえてっていうことを考えても、やっぱりよっぽどの条件が揃わないと、そういうことにならないのかなと思います。で、まあ行徳選手、ここから当然活躍してグランパスに戻るぞっていうことだと思いますし、我々もそれを望んでいますとはいえというところでね、まあ、それも実際はなかなか高いハードルなんだろうなというふうには思って います。まあ、ここからまた行徳選手はしっかりね。一からではないですけれども、自身のね。キャリアを切り開いていく。あの活躍期待したいなというところですね。まあ、こういうことを見るとね。やはりそのアンダー世代のね。あのー、j リーグの取り組みっていうのは、あのー、なんとかそういう制度を作ってほしいな。とないう21のね。なんかリーグを作る作らないっていう話が今議論されているようですが。 とにかくそういう若い世代、まあ、サテライトリーグのようなものがね本当に継続してあの作られていくっていうのは非常に大切なんじゃないのかなと思いますそうじゃないとやっぱり高校卒業時点でもう大学行くかプロ行くかっていうことを迫られた時に 大学行くというような判断をする選手がますます増えるのかなとあとはもう直接海外ですよね海外だとあのアンダー23とか21とかいうチームがあってっていうことだと思うので、まあ、そこの空洞化っていうのは今のねあの J リーグ日本サッカーの本当に大きな課題なんだろうなということは、まあ、この話題を見ても思うということですね。でまあ、行徳選手にに関しては、ね、本当に ここでしっかりと出場機会を得られれば一気にぐんと伸びていくということもあるでしょうからねそういう急激な成長曲線でね、あのー、まずは長野に大きく貢献して、まあ、それよりまずにね、長野の競争を勝ち取ってで出場機会を得て大きく成長してグランパス戻ってきてほしいなと、まあ、再びグランパスのユニフォームを着てね、トヨタスタジアムで大活躍する姿期待したいなという,ふうに思います。長野ででね、頑張って欲しいです。 はいで続いて相馬勇紀選手ですね、カーザピア AC へ期限付き移籍をしておりました相馬勇紀選手、期限付き移籍間満了に伴い、名古屋グランパスに復帰することが決定いたしましたと、今日付けリリースありましたで、正直これはかなり驚きました。でというのは、9日付ですかね、中日新聞で相馬選手、名古屋グランパス退団濃厚になったという報道がありました。 でかつ、その内容ですよね、海外移籍だけでなく、国内移籍に関しても言及をしており、まあ、具体的なチーム名も上がっていたということですね、まあ、海外移籍に関しては、まあ、それは相馬選手、海外への、ね、気持ち強いだろうから、そうでしょうというところはあったんですが、まさか、国内移籍、J1 のチームへ移籍っていうことに関しては、ちょっとかなりショッキング、まあ、にわかに信じがたい内容ではあったんですが、 地元紙中日新聞が報じているだけに信憑性は低くないのかなということで非常にやきもきというか残念に思っていたところが、まあ、我々からすると急転あのグランパスに戻ってきてくれることになったと。 いうことですね、まあ、この辺りも本当に中日新聞しっかりと取材をしてくださいということしか言えないですね何か独自みたいなことで見出し打って、まあ、スクープ欲しくて正確性いまいちどうのわからないと結局それは誤報だったわけで正確性の低い情報に飛びついたのかなというようなところですがまあこの報道でグランパス界隈かなりざわつきましたし。 相馬選手へ当たってしまうようなねあの言葉っていうのも参見されたかなということですねでまあ今の時期考えてもねただでさえ我々グランパスファンサポーターかなり何て言うんでしょう厳しい時期を過ごしているので地元紙がね何かそれを ざわつかせるよりざわつかせるようなね燃料を投下することは本当にやめてほしいなということを今回の件で改めて思いましたまあなんか中日新聞今後グランパスに関する報道どこまで信じていいのかなっていうようなことになりますしねやっぱり新聞社あのー、信用性っていうのは大切ですしねそれを失うのは一瞬だなということですねまあしっかりしてほしいということですねでも、まあ、少し話それましたけれどもウイングバック離脱者相次いでいるチーム状況 考えると相馬選手の加入といいいいううのののは現状ここ上なな補強ととととが言えるのかなと思いますで、まあ、相馬選手としては、ね、まだまだ海外でやりたいという気持ちも当然あるのかなと思いますが、まあ、それに向けてもまずはやっぱりしっかり、ね、グランパスで活躍をしてほしいなというふうに思います、はい、でここからグランパス編成の話なんですが、まあ、今回の話を合わせると夏の補強期間で動きとしては4名アウト2名インと。 いうことになっておりますで今日加入が発表された相馬選手左右でのウィングバックでプレーが可能ということですね。でやっぱり相馬選手プレー強度高いですし攻撃はもちろんなんですが守備面でもかなりのあ貢献が期待できると、まあ、ここが大きいのかなと。 いうふうふに思っております現状、ウイングバック、まあ、グランパス、まあ、怪我人が続いているということもありますが、そうでなくても正直、守備面でかなり不安定なのかなというふうに私は思っております。で、ここに相馬選手、左のウイングバックと、おそらく左での起用ということになろうかなと思いますが、であとはコンディション次第というところあります。そののの上でででで問題なくプレーできるのであれば攻守の総合力という点では 左のみならず右でも相馬選手がファーストチョイスというようなことになるのではないのかなと思いますただまあ当然相馬選手は1人しかいないので右で出るのか左で出るのかということになろうかと思いますけれどもやっぱりここであのしっかりとね守備もしてくれる相馬選手が加わったというのは本当に心強いなという感じですねで左でバシッと相馬選手がはまればまあ他の選手を あの無理して使うこともなくなりますしというようなことで波及的なプラスの効果も出てくるということですね。でまあ編成を改めて見ていくとウィングバックに関してはまあこれで補強はおしまいというかこれ以上ウィングバックを取ることはないのかなと思います。であとポジション的に気になるのは左のセンターバックとボランチなのかなというふうには思っております。で、まあ、ここに関して言うと既存の選手で回せないと。 いうことはないというふうには思うんですが、まあ、特にボランチ米本選手が抜けたこ部分に関しては本職の選手少し足りていないのかなと、まあ、稲垣選手がいて志橋選手がいてとで、まあ、森島選手は本格的にボランチ起用していくのかというところはあるんですが、まあ、やはりグランパス守備が基本のチームということを考えた時に森島選手はもう1列前でもいいのかなというようなところはありますし ボリ島選手をボランチで使わざるを得ないっていうような状況はね好ましくないのかなというふうに思います。で、左のセンターバックにしろ、ボランチにしろ、今いる選手とはまた違ったね、武器を持った選手が加入してくれれば、戦術の広幅もね、広がりますし、今いる選手への負担も軽減されるのではないのかなというふうに思います。で、まあ、選手を、ね、補強するかどうかっていうことに関しては、さまざまな問題、まあ予算の問題もあるでしょうし、 あとはオファーをかけても単純に取れないということもあるでしょうし、まあ、あとはグランパスの今後の日程を考えたときにグランパスすでに天皇杯敗退しているので残りの試合数を考えたときに過不足なくあの選手層を揃えるとなったときにどのくらい選手がいるのかというような問題もあるというふうには思います。と、まあ、とはいえです、ね、とは、いいえ応援している側としててる側 本当に、ね、強いチームが見たいのでより能力の高い選手が入ってきてほしいと思うのはまあ何て言うんでしょうあの自然な気持ちなのかなというふうにも思っていますが、まあ、ただとはいえやっぱりチームはね現実的な編成をしていくというところはあるかと思いますので、まあ、この辺りは果たしてどうなるのかというところですね。 でまあやっぱり今日相馬選手加入してということで、まあ、苦労していたウイングバック特に離脱者が続いていた左のウイングバックが逆に強みになっていくようなインパクトのある話題かなと思っております。で現状状チームはかなり苦しい状況ですが やっぱり相馬選手、グランパスが勝てていた時期を知る選手ですし、何よりね、現役の日本代表ということで、多くの経験を持った選手、も、相馬選手もね、若い選手というような、若手ということではないと思います、もうかなりの、ね、経験値もある選手だというふうに思います。で、そういった選手がね、グランパスに加入をしてくれた、戻ってきてくれたということで、プレー面以外でもね、チームにいい影響を与えてほしいなと。 いうふうに思いますまあ、次戦以降ね期待して応援したいなというふうに思いますまあまだまだね夏の移籍期間続いていきますのでね今後どういう話題があるのかないのか楽しみに待ちたいなというふうに思いますはいそんなところでサトンラジオ第776回今回はこのあたりで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします